はい、皆さん、こんにちは。で、不動産鑑定士講座で、鑑定理論という科目の講師をしております、不動産鑑定士の川原と言います。では、今回はこのタイトルですね。不動産鑑定士の魅力、仕事、将来性というテーマでガイダンスをさせていただきます。で、不動産鑑定士ですね。三大国家資格の一つと言われています。法律系の最高法資格が弁護士、会計系の最高法資格が小児科系士で、不動産系の最高法資格が不動産鑑定士ということになってきます。ただ、弁護士、公認会計士と比べますと、なかなかね、一般の人にはこう馴染みが薄い資格だと思いますので、どういった仕事を行っているかですね、不動産鑑定士の仕事の中身、説明しながら、この魅力だったり将来性ですね、説明をしていきます。で、鑑定士の仕事はですね、大きく鑑定評価業務というものと、コンサルティング業務という形で、ね、大きく分けることができます。まず鑑定評価業務というものが、文書のところ、公平中立な立場から理論に裏付けられた不動産の価格を求める業務が鑑定評価業務というものです。不動産の経済価値を判定し、いくらいくらという金額を出していくね、そういった業務です。でこちらの鑑定評価業務は、国から認められた独占業務ですね。鑑定士だけ許されている業務が鑑定評価業務ということになってきます。でこの鑑定評価業務なんですが、大きく、公的な評価と民間の評価に分けることができます。公的な評価というのが、依頼主が国とか都道府県とかね、そういった場合です。公的な評価の代表例が、まずはね、歯科工事と呼ばれるものです。日本で一番高い土地は銀座のどこどこですとか、今日本でね、すごく値上がりしてるのは、新しく半導体の工場ができる熊本県の菊陽町ってところだったり、あとは新しく球場ができたね、ファイターズの球場ができた北海道ね、きっと北広島ってところですみたいな、そんなニュースって聞いたことないですかね。全国2万6000地点代表的な土地について、全国の鑑定士が評価をして、でそれを取りまとめて、国土交通省が毎年1月1日での価格として3月ぐらいに一般の人に公表公示をする制度がこの地価公示と呼ばれるものですね。代表的な公的な評価の一つということになってきます。で続いて公的な評価としましては相続税路線価の評価ということになってきます。路線価、通りとかね、路線 通りごとに平米あたりいくらというですね、基準となる金額付けられていて、でそれに土地の面積をかけてかける税率で相続税というのは基本的には決まってきます。でこの路線価ですね、今度は国税庁から委託を受けまして、これね全国の鑑定士が評価をして、でそれを国税庁が取りまとめて、やはり毎年1月1日時点の価格として7月ぐらいにやっぱですね、一般に公表するですね、そういったものがこの相続税路線価ですね。こちらも代表的な公的なね仕事の一つということになってきます。さらには例えば公共用地の取得の場面における評価なんかもね、挙げられます。例えば、ある県、例えば A 県がですね、A 県の道ですね、県道を広げるために、私人からなんか土地を買う場合ですね、そういった場合です。その場合、私人さんが、いや、A 県さん、なんか価格を提示してますが、あなた、買う立場なので、なんか買いたとこうとしていて、なんかね、安い金額を提示してるんじゃないですかって、そういったね、やり取りになったりしたりすると思うんですね。その時に A 県が、いやいや、この提示している金額は、不動産の専門家であります不動産鑑定士が、公平中立な立場から、しっかりとした資料に基づいて、理論に裏付けられた価格として求めたものですので、額はね、しっかりとした金額なんですよって、ね、説明します。そうすると、額自体には争いが生じないということですね。これ、世の中知られていないんですけど、公平中立な立場からの理論的な不動産の価格というものが必要となってくる場面が実は多々ありまして、そんな場面でこの鑑定士のね、鑑定評価が大いに役立ってくるということになってきます。続いて民間評価ですね。依頼主が個人さんとか企業さんです。不動産を売買するときに、担保にするときに事前に適正な価格を知っておきたい。あとは不動産を相続するときにしっかりと金額を把握しておきたい。最近公認会計士の方が、ダブルライセンスで不動産鑑定士で、ね、取得する方結構増えてるんですけど、それはこの相続分野をですね、強化したいということで、相続場面での、ね、コンサルティングだったりですね、
価値をね、求められる鑑定書を持ってるとね、やっぱりコンサルティング、説得力が生まれてきますので、そういった意味で、公認会計士の方ですね、鑑定士ダブルライセンス取ったり、それこそ最近増えたりしています。あとは、不動産を賃貸借するときですね。鑑定士、不動産の価格だけじゃなくて、賃料の評価も行っていきます。例えば、不動産の価値が高い時代に、こう高い賃貸借契約で、ね、結んでしまって、ずっとずっと更新できて、で、例えば借りてる事務所ビル気に入ってるので、今後も使い続けたいんだけど、ちょっとさすがに払ってる賃料が、ちょっとね、周りと比べると割高なので、次の更新時に、オーナーとね、減額の交渉をしたい。そういった場面で、有効な資料となってくるのが、鑑定士の賃料の評価ですね。鑑定士、賃料の評価なんかも行ったりしています。あとは、一番下、不動産を証券化する際の評価ですね。不動産の証券化って言葉、聞いたことありますでしょうかね。こうやって今ね、収録している、こう、レック本社ビルなんですけど、こうやってね、大規模、事務所ビルなんかあったりしますよね。これ、一個人が買えるものではありません。ただ、不動産っていうのは、こう、売り買いされないと価値が上がっていかない。じゃあどうするのか。一人で無理なんだけど、何千人何万人が小口でお金を出し合えば大きな金額になって購入することができる。まあ共同話みたいなことです。ことです。じゃあ投資した人どんな見返りがあるかというと、こういった事務所ビルは外部にこう賃貸することによって賃料収入を得ることができますね。得た賃料収入を投資家に配当する。不動産を株券のように金融商品化することを不動産の証券化と言います。代表例がリートと呼ばれるものです。リアルエステートインベストメントトラスト。不動産投資信託ですね。で、J リートと呼ばれるものは今60ぐらいの銘柄上昇されてますかね。本当に株のように売り買いすることができます。で、J リートの場合には法律で半年に一度鑑定士に評価をさせて情報開示をすることがこれ義務付けられています。つまり不動産の証券化の信頼性を担保しているのが鑑定士の評価ということになってきます。で、一方、コンサルティング業務ですね。不動産に関する困りごとを知識、資格をね、生かして解決していく業務です。いくつか具体例があるんですけど、例えば、街づくりに関わっている鑑定士さんなんかもね、いますし、あとは、インバウンド需要拡大に伴うコンサルティングですね。語学力を生かしまして、海外の投資家が日本の不動産を購入する際に、日本特有の慣習だったりですね、法規制ですね、そういったリスクをね、語学で説明していく、そういったコンサルティングで活躍している鑑定士なんかもね、結構ね、多くいらっしゃいます。あとは、不動産業界で将来的に、ね、今後伸びていくだろうと言われているのが、この CRE 戦略の場合ですね、コーポレートリアルエステートの略が CRE ですね。これ、企業が所有している不動産の有効活用の提案、アドバイスをしていく、そういった業務です。単純な例で言いますと、都心に点在しているグループ企業ですね、効率が悪いので、まとめて新しくね、できる大きなね、事務所ビルにね、全グループ企業をまとめますと、なんか横のつながりとかもできて、新しい商品なんかも開発することができますよ、みたいなアドバイスをしていくのが、まあ、CRE 戦略の場面に来るコンサルティング業務ということになってきます。これはなんか、一個人の鑑定事務所の、鑑定士がこう活躍する場面というよりも、企業内でそういったね部門 CRE に特化した部門で鑑定士として活躍していく、まあ、そういった場面の話ということになってきます。で、鑑定士のその属性ですね、どういった属性のもと鑑定士は仕事をしていくかといいますと、まず試験に合格しますと、通常は鑑定会社鑑定事務所に就職転職をして、まあ、サラリーマン鑑定士として鑑定士のキャリアをスタートしていくというのが、まあ、通常の、ね、スタートです。で、数年経って実力がつきますと、例えば、転職の、そういった企業なんかありますよね。転職する、そういった企業登録して、こう一般の企業に転職する鑑定士なんかもいらっしゃいます。企業内鑑定士ですね。まあ、インハウスなんて言われたりするんですけど、転職のエージェントなんか登録して、一般の企業に転職するですね。結構いらっしゃいます。知られていないんですけど、鑑定士ですね。一般の企業で活躍している鑑定士結構いまして、例えばそうですね。さっき言ったこの不動産会社ですね。今、大手不動産会社はこう CRE に特化した部門を立ち上げて、しっかりと営業をかけているって、
ことになってますので、そういった部門で聞き込めない鑑定士として活躍するね鑑定士さんね結構いらっしゃいます。あとは信託銀行さんですね。信託銀行さんは内定を出した学生に、ね、お金を負担してあげて、入社前から鑑定士のね勉強させて、入社と同時に試験を受けさせて鑑定士をね取らせるような、そういったことを行ったりしています。つまり信託銀行の中には多くの鑑定士がね活躍しています。あとは鉄道会社とかですかね。鉄道会社、まあ、鉄道会社ってこう半分不動産業ですね。駅中駅地下高架下、いかに所有する不動産を有効活用するかというのが重要な業務になっています。そういった業務の中で活躍できる資格者というと、これ鑑定士で、実は知られていないんですけど鑑定士ですね。鉄道会社の中でもですね活躍しています。最近のねレック出身の合格者の中にも、そうですね、近鉄さんとか、あと名古屋電鉄で、ね、名鉄さんとかですね、結構ね鉄道会社出身の方ね結構いらっしゃったりしています。あとは役所ですね、観光庁です。レックはですね、以前財務省から委託を受けまして、仕事として鑑定士の資格を取らせるという業務をね受け負ったりしていました。で財務省さんは例えば国有地をね売ったり貸したりするときに鑑定士に評価を依頼する立場ですね。じゃあ依頼する立場の財務省さん内でなぜ鑑定士が必要かというと、依頼をして入賞した鑑定評価書が適切かどうかをやっぱ内部でチェックしたいらしいんですよね。なので鑑定士必要されてまして、なんで役所の中でも鑑定士ですね結構活躍しています。東京都庁なんかでもキャリア採用という形で鑑定士ですね募集したりしています。知られていないんですけど、こう一般の企業内で鑑定士としてね活躍しているね鑑定士さんね結構いらっしゃいます。さらには数年経ってかなり実力がついてくると、独立開業って選択ですよね。不動産系で言いますと司法書士さんとか土地価格調査士さんとかと並べて、鑑定士も独立開業型の資格と言われています。で、そういった資格の中でも鑑定士は独立開業をしやすい資格と言われています。まず独立する時の初期投資がほとんどかからないんですよね。自宅でパソコンさえあれば基本的な鑑定士って独立できるんですよね。確か土地価格調査士さんってなんか測量の機械とかを買ったり借りたりするのにこう何百万ってかかるって聞いたことありますので、そういった意味でも独立するための初期投資がほとんどかからないのがまずね一つ独立しやすい理由ですね。さらに大きな理由としましては、鑑定士はこの公的な評価があるということが非常に独立には有利になってきます。先ほど説明した通り、さまざま公的な評価がありますね。これだけ公的な仕事がある資格というのはなかなかね他にはないと思います。例えば弁護士さんの国選弁護っていうのは公的な仕事だと思うんですけど、実際やってみるとなんかトータルするとアルバイトぐらいのね金額にしかならない。すごいね大事な仕事だと思うんですけど、報酬的にはねなかなか厳しいって聞いたことがあります。それに比べますと、しっかりとこう公的な仕事、莫大な報酬がもらえるわけじゃないんですけど、しっかりと報酬がもらえます。都心とかですと鑑定士の人数が多いので、これだけで食べていけるってわけにならないと思うんですけど、3年間ぐらいの実務経験があって、で、登録をしていくと少しずつですね、公的な評価をもらえるようになってきますので、独立する際のこう年収の下支えになったりしますので、そういった意味でも鑑定士ですね、独立しやすい資格と言われています。このように、これ鑑定士の魅力と言ってもいいと思うんですけど、資格というのは目的ではなくて手段ですよね。いかにその資格をね、自分のこう人生に使っていくのかってことが重要だと思うんですけど、その点鑑定士は資格の使い勝手がですね、選択肢が、いろいろ使い方の選択肢がね、多々あるなということです。いや、自分はサラリーマン鑑定士として、鑑定会社や鑑定事務所でキャリアをね、ずっと続けていきたい。全然ありです。いや、せっかく鑑定士の実力ついてきたので、一般の企業内で鑑定士の資格知識を生かして活躍したいですね。そういった選択肢もあるです。いや、せっかく資格取ったんだから、一国一城の主として独立開業して、しっかりとですね、報酬をね、得ていきたいんだ。全然ありです。このようにこう、いろいろ資格の使い勝手、選択肢があるというのが鑑定士のこう一つ魅力と言える部分だと思います。
あとは鑑定士の仕事の進め方なんですけど、特にこのメインであります鑑定評価業務なんですが、不動産を評価する際には、必ず、現地に行って、実際の不動産ですね、調査する必要があります。現地調査必ず行います。で、例えば、九州にある不動産、誰が評価するのが多いかというと、もちろん地元の九州の不動産鑑定士が評価するってことも多いんですけど、ただ、九州にある不動産を所有している企業の本社が、例えば東京とかにあったりすると、東京の鑑定士にですね、評価を依頼するってこともね、多々あったりします。つまり、鑑定士は、結構ね、結構出張が多いんですよね。ざっくりと、デスクワークとフィールドワークが、こう、半々ぐらいですね。そういったイメージの業務が、鑑定士の鑑定評価業務です。本当に全国にね、出張に行ったりするね、事務所なんかもあったりします。私、旅行好きで鑑定士選んだんですけど、そういったね、こうずっと、机で、デスクワークだけで仕事するよりも、こうフィールドワークですね、外に出てって、実際の不動産をですね、調査したりすることを楽しめるならば、おすすめなのが、まあ、魅力とも言えますかね、鑑定士のね、業務ということになってきます。あとは、鑑定評価業務ですね。これ、請負的な仕事の進め方をしていきます。どういったことかというと、例えばね、何人か鑑定士を抱えている、じゃあ事務所のボスがですね、仕事を引き受けました。そうすると、やはり A 君、君に評価を任せるので、じゃあ2週間締め切りを切るので、2週間後にこう提出をしてくださいって形で、案件ごとにそれぞれの鑑定士でね、評価を任せます。これ責任も重大なんですけど、ね、これ自分の裁量で評価で行うことができる。請負的な仕事のやり方なんですよね。なので、例えば女性の方って、妊娠とか出産とか、こうね、仕事をセーブせざるを得ないタイミングとかもあったりしますよね。男性でも、こう、介護とかで、こう、ライフバランスをね、考えなければならない、そういったタイミング来ると思います。その際に、鑑定士は専門家で、かつ、請負的な仕事の進め方ができるので、例えば、ある、知り合いの女性の鑑定士は、子供を連れて現地調査に行って、自宅のパソコンで評価書を作って、それを事務所に送れば、仕事が成り立つんですよね。出社しなくても。請負的な仕事の進め方なので。鑑定士ってリモートワークしやすい業態なんですよね。なんでこう、ライフバランスが比較的取りやすいですね。そういった業務内容が鑑定評価業務ということになってきます。はい。では、こういった鑑定士ですね、なるためには、どういった試験制度を突破していく必要があるのか、今度は試験の中身について説明をしていきます。ちょっとページね、パンフレットを進めさせていただきまして、ね、試験の中身について説明していきます。で、鑑定試験は、まず一番の特徴は、単答式、論文式の2段階選抜方式になっています。公認会計試験なんかと同じね、2段階選抜方式です。で、まずは単答式試験ですね。これ、受験資格ありません。誰でも受けることができます。で、科目というところを見ていただきたいんですけど、単答式試験は、行政法規という科目と、鑑定理論という科目ですね。2科目で試験が課せられます。行政法規、不動産買って気ままに使えるものではなくて、様々な規制、法律があります。建築基準法とか、都市計画法とか、そういった法律名って聞いたことはありませんでしょうか。そういった不動産に関する37の法律について学んでいくのが、この行政法規という科目です。もしも宅建士試験なんかをですね、勉強されたりしている方は、宅建士試験で学んだ24の法律が重なってくるのが、この行政法規という科目ですね、入りやすい科目ということになってきます。で、続いて鑑定理論ですね。名前の通り、鑑定評価をする際の理論、考え方を学んでいく、鑑定士としての専門科目が鑑定理論という科目です。いずれも択一式マークシート方式で出題されまして、それぞれ100点満点、合計200点満点で試験が課せられます。で、いつ試験が実施されるかと言いますと、例年5月の中旬の日曜日、第2もしくは第3日曜日が試験日程ということになってきます。で、どれぐらいの点数で合格できるかと言いますと、願書ですと総合点でおおむね7割が基準となっています。200点満点なんで、合計140点ぐらいが合格ライン。ただ、鑑定試験は相対評価の試験です。つまり、問題のレベルが優しければ合格点は上がっていきますし、難しければ下がっていくですね。なんで、7割前後ですね。そういった合格ラインということになってきます。じゃ、どれぐらいの率で合格しているかと言いますと、下の丸円グラフのところですと、これ2023年度の合格率なんですけど、33.6% ですね。
約3人に1人が合格できる試験が単答式試験ということになってきます。で、単答式試験合格しますと、続いて論文式試験です。で、科目なんですけど、この行政法規という科目は単答式試験だけの科目でして、論文では出題されません。一方、専門科目であります鑑定理論はこの論文式試験においても出題されます。加えて民法経済学会計学ですね、計4科目で試験が課せられるのが論文式試験、科目数が多いというのが論文式試験の特徴ということになっていきます。で、いつ実施されるかといいますと、例年8月上旬の同日月の連続する3日間が試験日程です。最終日、これ月曜日ですので、お仕事されている方は事前にお休みを取っていただく必要があります。これ真夏真っ只中3日間、論文なのでこう文章を書いていかなければならないんですよね。あの体力勝負的な側面も有するのがこの夏の3日間の論文式試験です。で、論文式試験合格するためのポイントはやっぱり相対評価なので、あの皆が書けない問題はこれ当然ね、差はつきませんので、とにかく皆が書ける問題を自分も書けるようにする。得意科目は基本的な不要で、苦手科目がやっぱあったりすると、やっぱ合格って厳しいんですよね。なので、4科目をね、バランスよくですね、こう学習していく。苦手を底上げして、要はね、差がつかない普通の答案をね、もう本当に普通の答案を全科目揃えられれば合格することができます。まあ簡単なので難しいんですけど、まあ苦手をなくしてバランスよく学習して、まあ例えばお仕事だったり学業とのバランスも取りつつ、かつ4科目のバランスも取りつつ、苦手をなくして底上げして、で、普通の平均的な答案を全科目揃えられれば合格することができる。そういった試験が論文式試験ということになってきます。で、いつ合格、どれぐらいの率で合格することができるかというと、2023年度合格率 16.5% ですね。まあ、約6人に1人、まあ、しか合格できないと言っていいですかね。なかなか論文式試験はね、厳しい試験。合格率厳しいと思います。いつも言い訳的に、この合格率の厳しさは、合格した後のこの資格の使い勝手とですね、大いに関連性があるということです。つまり、比較的受かりやすい試験資格というのは、じゃあ合格してすぐに就職転職に直結するかというと、なかなか難しい面はあると思うんですね。一方で司法書士さんなんかもそうなんですけど、合格率の厳しい試験というのは、もちろん合格するのは大変なんですけど、合格をすると希少性を生み出しますので、就職転職に直結するということになってきます。例えば学生の方、不動産鑑定士、一般の人らになかなか馴染みが薄い資格なんですけど、不動産に関わる企業内ならば、しっかりとですね、鑑定士、存在ね、把握されています。なので、学生の間に鑑定士の資格を取ってるだけで、かなりですね、これ、強力なストロングポイントになってくるはずです。そうなってくると、もちろん大手の鑑定会社、鑑定事務所ですと、もう引く手余ったです、そういった方は。さらに、不動産に関わる企業ならば、不動産鑑定士ですね、合格しましたってことだけで、かなりですね、こうね、強力に、アピールすることができますので、そういったところにも就職がねしやすくなってくるはずです。そういった意味でもね、合格率は厳しいんですけど、合格さえすればね、こう希少性を生み出しますので、就職転職に大いにですね生かすことができるということになってきます。さらに鑑定試験の特徴としましては、ポイントが2つほどありまして、まずポイントの1つとしましては、単答式試験合格者は翌年翌々年の2年間担当が免除になる制度になっています。担当免除制度、言い方から三審制度ですね。特にやっぱり鑑定試験は働きながら勉強される方が多いので、この担当免除制度をうまく使っていただくというのが一つポイントになっていきます。さらにポイント2、実務経験がなくても基礎知識で短期合格がまあ可能となっているんだということです。文書のところ、学生との若年層の方や不動産分野での職務経験ない方にも積極的にチャレンジしてもらうために、短期合格可能となるよう2016年度より試験問題の見直しが実施されています。今鑑定業界でずっと人手不足なんですよね。鑑定士というのは登録しているのが全国で大体8000人ぐらいと言われています。確か弁護士さんとか3-4万人、公認会計士も3-4万人ぐらいですかね。税理士とか8万人ぐらいって聞いたことありますので、桁が違いますよね。かつ、
実際鑑定士として仕事をしているのは6000人ぐらいと言われています。本当に絶対数が少ないんですよね。ずっと人手不足の状態です。なんで国土交通省、あと不動産鑑定士協会、危機感を持ってまして、学生の方だったり、あとね、不動産とは関係ない分野の方にも積極的にチャレンジしてもらうために、要はね、試験受かりやすくなっています。それまではベテラン重視で知識量重視で、重視するような問題だったりね、採点がなされていたんですけど、見直されまして、初学者でも、短期間で合格できるような基礎知識をね、重視した問題だったり、採点だったり、問題形式ですね、変更されています。本当に最近はですね、短期合格一発で受かることの方ね、本当に増えています。なので、この今本当試験受かりやすくなってますので、ぜひこうチャレンジしてもらいたいんですけど、じゃあ、どれぐらい勉強すれば合格することができるのか、ちょっと目安を説明していきますと、一般に鑑定士、まずね、担当式試験に合格するためには、これ講義の時間も含めまして、だいたい500時間ぐらい勉強時間が必要と言われています。担当式試験合格するためには、これ講義の時間も含めまして、だいたいですね、500時間ぐらい勉強時間必要と言われています。一方、論文式試験ですね、科目も増えます、4科目。で、論文、文章をね、書いていく訓練もしなければならないので、最低でも2000時間ぐらいは勉強時間必要と言われています。つまり、トータルすると、最終合格までには、一般的には、2500時間ぐらい勉強時間が必要ということになってきます。では、踏まえて、レックとしてはですね、合格するために、どういったこうね、コースを提供しているかと言いますと、まず、もうね、最短で鑑定士になりたいですね。そういった方におすすめのコースが、パンフレット20ページにありまして、この2025担当論文フルコースですね。こちらが2025年度に一気に最終合格ですね。担当論文一気合格を目指すフルパッケージのコースということになってきます。で、このブルーのところが担当なんですけど、これ担当のコースと、で、ピンクのところが論文ですね。論文のコースですね。これ、同時に学習していくコースになっています。で、論文のコースとしましては、まず、知識をインプットしていく論文基礎記の部分と、あとは、多くの問題を解いていく、アウトプットをしていく論文完成記ですね。二つの部分から論文コースは成り立っています。で、最短合格を目指すフルパッケージの担当論文フルコースですね。おすすめの方は、例えば比較的勉強時間を確保しやすい学生の方とか、あとは、司法試験だったり、公認会計試験合格されている方は、論文科目の一部がね、免除されるんですね。科目免除という制度があります。そういった方でも、ね、このフルコースですね、おすすめですね。あと、働きながらであったとしても、スタートが、例えば、春からだったり、夏から始めることができる方ならば、これ十分働きながらであったとしてもね、このフルコースで、最短で担当論文一発ね、合格目指すことができます。ただ、いきなりね、フルパッケージフルコースはね、ちょっとハードルが高いって方もいるとは思うんですよね。そういった方におすすめなのが、続いて、22、3ページですね。この2025担当論文基礎コースということです。こちらは、担当をメインとしつつで、メインとしつつ、論文については、この知識をインプットしていく、論文基礎記の部分だけをつけたコースが担当論文基礎コースというものです。こちらのコースの特徴は、これ。学習進度に応じて、論文式試験、いつ受けるのか、受験年度をですね、決めることができる。フレキシブルにね、決めることができる。そういった特徴のコースということになってきます。例えば、この基礎コースをとって、
仕事とのバランスをね、取って、で、学習したらば、十分にね、うまくこう消化することができたってことならば、2025年度の8月の論文本試験を目指して、で、論文完成期のアウトプットの部分をですね、こう自分で2025年度向けのアウトプットの部分の構想をね、後から付け足して、2025年度の8月の論文本試験を目指すってね、そういったね、判断もありですし、やっと仕事忙しくて、なかなかね、この基礎期の部分のインプットをうまく消化することができなかったので、もう少しじっくり腰を据えてですね、2026年度の8月の論文本試験を目指して、論文基礎期のコースですね、しっかりと消化していこう、全然ありです。そういった場合には、2026年度向けの論文完成期のアウトプットの部分のコースをね、後から付け足して、2026年度の8月の論文本試験を目指すですね、自分のこうね、消化具合に応じて、学習の進度に応じて、論文を受けるですね、年度をですね、フレキシブルに決めることができる。そういったコースが、担当論文基礎コースということになっていきます。いや、やっぱりね、仕事かなり忙しいので、ちょっとね、論文を見せるのは1年目から厳しそうなので、せっかく担当免除制度があるんだから、やっぱり段階を踏んで、鑑定士ね、合格を目指してって方もいるとは思うんですね。まあ、そういった方に次おすすめなのが、こちらですね、2025担当合格コースです。これ、1年目は担当だけの合格を目指すですね。そういったコースです。この中には、テキストから過去問から全部入ってますので、淡々とコースを紹介していただければ、十分にね、担当合格できる力が身についていきます。で、見事、担当試験試験合格していただきますと、2026年度は、ね、論文だけのコースね、ちゃんと準備していますので、そちらのコースを取っていただくということになってきます。ベクとしては3つのコースですね。もう最短で受かりたい担当論文フルコース。いや、いきなりフルパッケージ厳しいので、ただ一応論文は見据えたいので、担当に基礎部分をつけた担当論文基礎コース。いや、せっかく担当免除制度があるんだから、1年目は担当、2年目は論文という形で段階を踏んで学習していきたい。なので1年目は担当のコースだけね、担当合格コースですね。一応、フル論文基礎付きで担当だけのコースですね。一の3つのコースがあります。で、本当に今って鑑定業界って本当ずっと人手不足で、ずっと売り手市場です。本当に就職転職状況も非常にいいです。で、かつ、ありがたいことに、この、レックの合格者も、そういうとこ増加傾向にあるんですよね。なので、今本当に始めるにはね、いいタイミングだと思います。ずっと人手不足で、ずっと売り手市場です。で、試験もね、受かりやすくなって短期効果も可能になっています。ありがたいことにレックのね、中心の合格者も増えています。今って鑑定業界ってこう、世代交代の時期なんですよね。なんで、これからね、鑑定士になることは、ね、いろんなね、将来的なチャンスね、まだまだいっぱい伸ばせるチャンスも含めてね、まだまだあると思います。なので、ぜひですね、魅力ある資格だと思いますので、鑑定士チャレンジしていただいて、で、ね、早期に鑑定士になってもらって、次のね、鑑定業界の担い手に、こう、主張されている方がね、なっていただくと、ありがたいなという、そういったことになってきます。はい。では以上をもちまして、私のガイダンス終了させていただきます。ありがとうございました。